やってまいりました、レッドウッドドミネーションの方でございます。景気感をね使おうかなと思いまして、ショットガンのダイヤモンド迷彩が終わって、サブマシンガンアサルトライフルの方で使ってるんだけども、最後の方にスナと景気感残すとなんかしんどそうっていうのもあるんで、ちょいちょいちょっと景気感と砂使っていきたいんだよね。砂が鬼門だろうな私。さあ、やっていきたいと思います。景気感のね、最後のねやつです。最後あ取っていくぜ。もうゆっくりいきたい。でもねここをまず取りたいよね。なんか食らってる。 EMP 食らってる。私のね、五臓六腑に響いてるね、これが。もう体を通過して五臓六腑に響いてるけど、ここっそり入れないが。ちょっと待って、来てる？あそこのやつが気になる。オッケー、オッケー。よし、よし、入る、入るよ。はい、どうかな、どうかな、どうかな、いけるかな。よし、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 ここにこれを置いてこれなくして、あ、アルファを占拠された。いや、これどこに敵した？ちょっと待って、これゴゾロップに響きすぎてちょっと私の電子レンジまで壊れた。新生活今からスタートしようとしたのにさ、電子レンジなくなるとさ、どうやって冷凍のさうどんとかパスタを食えばいいのよっていうね。ちょっと待って、リロード入る。やっぱりね、一人暮らしの最初にはね欠かせないのは冷凍食品です。来たな、来るな来るな来るな。あぶな、ふう、あー入ってきた。人ん家にもう人ん家に無断で入ってくるから不法侵入ですよ。戦争に不法侵入も何もあったもんじゃないっていう、ね、ここがいいでしょう。ここね、ほんとセントリーガン置いとくとね厄介ですからね、あそこ置かれると。であれを壊されないようにしないといけないんだけど、あのね五臓六腑に染み当たるあの EMP を持ってる人がいるんだよね。でもね私のねセントリーガンがねもうなくなってるねこれね。ちょっと貴様か、貴様が、ちょっと待ってくれ待ってくれ。ことごとく私のさあのマシン機械、電子機器をさ壊されるんだけど、まあ今自分家で一番壊されて困るのは PC です。 PC ですね。 PC 壊れたらちょっと泣くな、半泣きするな、おそらく。今壊れたら仕事もできなくなるし、電子レンジぐらいいいんだけど、まあ、B 取れてるからこれいいのか。大丈夫、殺されてないそれ。こっちから見てみましょう。ここ絶対見られるからな。いないな。さあどう、ここの調子どう。ここの家前住んでたんだけど私。もういいかない、ちょっと守っていく感じでいきましょうか。うん、なんか B のこの先 A が厳しいんですよね多分。あ、やばい、CB だとここ思うんですけども、なんかね、ああこれやばいやばい、やられるやられる。いやー、この BO3 になって、ドミネの有利不利がそんな激しくなくないですよね。だから言うほど気にしなくは、気にしなくていいと思うんだけど、ああやば、ここはちょっとあの押し込まれる率高い気がして、ちょっとどんだけ私の高速ロープン響いたんや今の。ちょっと軽くね胃痛が治りまして。まだいる、まだいる。ああやばい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 、中のことにしてくれ。やば、あぶな、床ドンしてきたな、床ドンしてきた俺。待て、守れた。いやー、味方様様ですわ、今の。ああ、待たれた。いやー、来てるね。C に来てるね。来るんじゃない？大丈夫？行く？あ、右側行きます。じゃあ、こっち左から。あ、100対48。結構きっちり抑えられてるけども。
景気感銃でドミネーションやった動画ってほとんど出してないですが、どうだろう今回出せるんだろうか。ああ危なかったね。いやいや勝てるとは思ってたけどね、だってキルカメだからで私ちょっと危ねえみたいになっちゃったのがあれだけど、そうやってこう電子レンジがあるからね、っていうかもうとことん壊されるんだよね。ビッグカメラで買った電子機器がもうことごとく壊される。さあこっちか行こう。まずはここで覗きたいですね。あほら、ここに置いときたいな。でここから見張るみたいな。いけそうじゃない、リロード。あいい、私の野郎ちょっと待て、私の電子レンジをようやってくれた。また私どうやってコンビニ飯温めればいいのよ。いや普通にコンビニで温めてくださいっていう。オッケー、取れた、そっち行った。あ、オッケー、危なかった危なかった。よし、この先から、あ、ナイスヘイタ。うぇーい。この森に紛れてるんじゃない、この私の緑の迷彩って。なんかね、紛れてそうな気がしますよね。あ、上に入ってるな。ほら。これ裏取られてる感じだね。オッケー。ここにセントリー置いときましょうか。完全に守っていこう。でもね、あの五臓六腑に染み当たるやつ投げてくるからな。あどんだけ壊されんの私のちょっと半投げになるわこれ、こんなに役立たない感じになると。トロフィーとセットで持ってくるべきかもしれませんね。これ置いといてやるわ。オッケーの割に勝ててるっていうのは、これ味方のおかげでしょうかね。私のキルストなんてもうないに等しいんだけど。またEMP の使い方うますぎでしょう。今痛い。しまったな。緑に紛れてプレデターみたいに なりたいところですけども。お任せてくれ、私もエンジニアなんだ。ガンガン落としていこうじゃないか。ほら、伊達にダイヤモンド迷彩で、うまいっていうね感じで死に、あ、来るぞ俺、ラジコンが来たか。お前の最後だ、貴様のミニ四駆壊した。貴様がね4万ぐらいで組み立てた、ミニ四駆を壊したちょっとした子供なら泣きべそかくレベルだぞこれは。あどこ行った。あんなとこに劇感があるわ。あれどうしたもんかね。私も壊したいとこだね。裏を取って壊しましょうか。ちょっと待って、後でクラス変えようか。なんかね、FMJ をつけると、ストリークを壊しやすいっていう説明があるじゃないですか。あ、こんなに。やば。気づいたもんね。私は伊達にエンジニアじゃないんだ。整備士だぞ。あ、入っちゃおうか、これ。確保開始。このなんか森に溶け込むよね。もののけの姫じゃない。もののけの森に溶け込むよね、これ。もののけがいるのかと言われたら、いやロボットがいるからね。ちょっと待って。ただ、もののけの森っぽいよね。もうすごい適当喋ってんだけど、私。適当喋ってるから、もうなんか、すごいプレイが散漫になってってるんだけど。よし、これでいこう。貴様に3が救えるかっていうね。貴様に A が守れるかっていう。ちょっと来てる。守れた。こっちから行こう。まずいあったね。これドガーンってなってさ、獅子神様じゃない、イノシシの人たちがさ、とことん殺されてた時、ドーンってなってたもんね。こんな変な話してて大丈夫か、私は。C は取れてるけど、いたよ。大丈夫？ナイス。オッケー、いいヘッドショットいけた。キル。アルファを失うぞ。うん。
アルファを失う。ちょっと B、B 入りますよ、これ。入っちゃっていいかな。大地に溶け込むから。そこの前の人も緑だね。大地に溶け込んでたね。いいね。マップに合わせて迷彩変えるっていいよね。こっちも大丈夫？これなんか置かれてんだけど。あれ、壊そうか。あ、もうこっちで行く。こっちでいいよ、こっちで。よし、壊れた。いやー、貴様の、貴様の、あなた様の、貴様、貴様ってね、何様なんだという私がね、200対120で、勝利となりました。なんかもう今回、あ、意外と私ちゃんとドミネーションしてるんじゃない？ 7 確保もしているよ。9防衛、7確保していましたね。そんなわけでね、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良き FPS ライフを祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。